支部の渓流に来ています。ここはですね、右が本流、左が支流ですね。目的はですね、ちょっと支流の釣り上がりなんですけども、本流の方も少し釣り上がってから今支流に上がろうと、いうことになりましたので、そのまま釣り上がっていきたいと思います。本流の出会いから、沢の方を釣り上がってきてます、この区間はですね、堰堤が全部で6基あってですね、結構敬遠される区間なんですね。なんで案外人が入ってないらしいんですね。なんであえて入ってきたんですけども、今までイワナが6匹のヤマメが1匹ですね、出てますが、なんかいまいち肩が小さい感じですね。あと3機巻くって考えるともうちょっと辛くなりますね。これいいポイントですね。手前からじっくりと攻めてます。カジスに変えたら反応がいいらしいんで、かなりのデカカジスですね。前回もね、カリスで着岩穴釣ってるんで、だいぶカリスがお気に入りになってるみたいです。出そうですね。出そうだけど、出ないですね。巻くのが大変だ。よいしょ。ほとんど人が入ってないみたいで、踏み跡がない、全然ないんで難しいですこれ。これどうやって行けばいいんだ。上かな。よいしょ。めっちゃ高い。残ロープがありますね。しかしこれはここ降りるのか。ロープあるんだけど、ロープが古くて頼りにならないですね。2本あるんで2本使う。デカカジス絶好調っすね。
はい、いい顔ください。いい顔ください。はい、目的の、4段10メートルの先まで、釣り上がってきました。ここまで6時間、から7時間ですね、釣り上がってきました。最初の試合ですね、魚群を取って2人で、ここに来るまで2人合わせて約20匹ぐらいですかね、釣り上げました。この後ですね、一旦もうテントに戻って、ミールタイム、そしてですね、夕まずめに本流と、釣っていきたいと思います。また午後午後で、ね、はい、とりあえず午前の部は終了ということで、お疲れ様です。お疲れ様です。午後の部開始しました。ビール飲んでお昼寝してですね、現在の時刻はですね4時37分、もうそろそろライブが始まる頃じゃないかなということでですね、天場の下のエリアをちょっと釣っていこうかなと思ってます。でですね、朝一なんですけど、ちょっと本流の少し上行ったところでかなりの量型をばらしてます。なんでどうかな、張りがかりしたから難しいとは思うんですけど、そいつも一回狙っていきたいと思います。はい、ここですね、朝両肩をばらしてるポイントです。ちょっと近づきすぎるとダメそうな感じもあるし、もう一回朝針加えてるんで難しいかもしれないですね。あー、やっぱダメですね。朝も一発だったんで。朝4時半、雨です。でですね、今日はこれからちょっと雨が強くなる予報もあるので、一旦車まで戻ってですね、あ、まあ、この間はもう釣らないでもう撤収ですね、でそこからまた考えようということになったので、一旦変わります。はい、ですね、一旦下山しました。やっぱり雨が強くてですね、安全面を考慮した上、場所を変えました。
ここはホームの N カーなんですけども、下流域、両方ヤマメ狙いで入境しました。ではこのまま釣り上がっていきたいと思います。この区間で釣れたのがですね、イワナが1とヤマメが2ですね。この期間はですね、結構釣れている区間なので、まあ、これだけ釣れれば上出来かなという感じですね。はい、それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。